皆さんこんにちは。今日はですね、なんと男 YouTuber 対決ということで、まあね、通常ね、男 YouTuber 対決は、水谷プロ、加藤プロ、笹田プロ、私4人でですね、やってるんですけども、なんと水谷がですね、クビになりました。っていうのは嘘で、ちょっと水谷がね、首の調子が悪いということで、今回はね、水谷プロが3人を解説していきます。で、まあちょっとガチンコでね、ちょっとね、勝負していこうじゃないかと、せっかくならね。まあでもね、正直ね、加藤さんと、笹田さんでしょ。まあちょっとハンディキャップとして、今日は笹田シャミーの呪いと一緒に戦っていこうかなと思ってます。ちょっと今投げ捨てましたけど、まあ、そろそろ捨てようかなと思って。で、優勝した人にはなんと水谷さんから素敵なプレゼントがあるということで、楽しみにしています。でね、まあ、水谷さんが解説するからね、多分ね、めちゃくちゃ面白くない動画になっちゃうと思うんですけど、水谷さんお願いしますよ、ちゃんと。まあガチでやりますから、ガチでね。ということで、ガチでマジでやっていこうかなということでね、今日はね、なんと塩ボタントップゲート、もう最新作ですよ、ストーム。どうも最新作を水谷さんが解説していくというコーナーになってますよね。でね、まずね、第1回戦がソリッド縛りなんです。ソリッドのカバーシア縛りということで、 GI18 のソリッド素材を使っておりますトップゲートを投げていきたいと思います。それではですね、皆さんご覧ください。よし、はい、どうも、ミスピーのボーリングの部屋、今日はですね、はい、僕一人で、ヘギプロ毒舌に勝てないと思ったので、助っ人を呼びました。私も勝てないですよ。ハンドプロに勝てないでいただいております。よろしくお願いします。はい、ということでね、男 YouTuber 対決、僕だけクビにされました。らら仲間外れというか、皆さんのカバーとクビの調子がね、皆さんもう何度も本当にこんな、ね、言い訳ばかりして申し訳ないんですけど、神経の方からこのちょっと首のね、違和感がありまして、ただいま病気療養中でございます。でもまあ少しずつは投げてるんでね、不技かも多いんですけども、はい、ということで解説を、はい、解説になるのかな、悪口になるのかな、褒めになるのかな、解説です。ちょっと今から解説ですか。はい、わ、はい、かりました。じゃあ早速、ヘギプロ、おお、ちょっと後が怖い。そんな怖い、ほんまに怖いと思ってる。はい、大丈夫、僕が守ってあげますよ。ありがとうございます。守れるから、はい、ということでね、ヘギプロは、ソリッドボール縛りで、トップゲートを選んでくれています。そう、最新作。そうですね、ハンドプロ投げた。いやあれあれ、なんでヘギさんだけ来てるんだろう。私のことにまだ来てないんですよ。ちょっと、お願いします。私にも、はい、僕はアメリカなんで何とも言えないですけど、ハンドプロが欲しがっております。わがままばかりです。ストームの子こよなく愛してますのでね、はい、もし気が向いたら一回投げてみたいかなっていうおメダリをしてみたりしてね。ねえ、良さそうよね、こうやって見たらね。今は強いもんね。はい、でこれ褒める回じゃないんですか。あ、そうなんですね。投げちゃうと解説の世界、あとオイル型なんとか言い訳ばかりしてるもんね。どこかですね、やっぱりあのコンディションなんて。そうですね、自分のセンターで自分でメニューしてくれて、はい、まあ、アジャストしてくるんだと思うけどな、エキ君のことだからな、これどうなん、ちょっとこぼれ気味、これどうなんていいんでしょうね。いいボールだよね、今のね。そうなの、彼の本気の大きくないのでか、いつも遊んでるの。よかった、アンドプロに来てもらっといて。全然真面目に投げてない。本当だね、各校対決って言ってるの、全然真面目さが伝わってこと、ね、これ相手、各校ささだを舐めてるんじゃない。舐めてます ね、 ねって言いながらまたこれフォームするね。ほらほらほら、はい、まあ、ちょっとだけ褒めると、
まあさすが日本のトップランカーですよね。柔らかいスイングから飛び出されるね。あれこれ褒める回でしたっけ。あ、ごめんなさい。そうでしたね、ごめんなさい、はい、まあすぐね、ヘキ君のことちょっと褒めてしまう癖があるんです。ヘキ君大好きなんで。はい、はい、はい、そうそう、ヘキ君僕のこと水谷とか呼び捨てにするくせに、はい、なんで好きなの。ちょっと壁は違うのかね。またビブスが出た。いや大丈夫ちゃう。見て、ね、このポーズ、このポーズ。ね、まあ、カメラを意識してるね。ね、ちょっと見なくてほしいよな、あの二人な。もう笹原君なんてすごいよ、僕のこと。ね、ランキング僕の方が悪いのに、あの、水谷さん、水谷さんって。あら、ね、あ、もう見違い。多分、笹田さんの方が同い年な、同い年な、素敵な方が先輩やけど、同じ年な、なんかね、あの、仲良さそうにしてるですね。すごい腰が痛いですね。あそこなんで、宮崎サンシャイン。あ、そうよね、みんな言ってたよね。はい、駅さんはこちらにいらっしゃいますかっていうのがね、人がいいね。これ、敵を避難す会じゃなくて、笹田を褒める会に変わってしまう。いやいや、いいことです。まあ、そう言いながらね、こうやってドライブロック。ちなみにね、YouTuber 対決、笹田君279人。もう配信したんやけど、200のアイデントで、あと210なんぼやったから、あと君配信も決定やし、これもうほぼほぼ、あと君ゲベ決定やね。あとは、27を超えれるか超えられへんか。そうですね、これはもう、すごい暴力本気だよ。まあ、打てるレーンは捨てると思うよ。まあ、どうだろうけどね。まあ、トップゲートが相当いいでしょうね。ね、笹田君は、ストロングバイト。まあ、新しいボール投げてるからね、点が出るよね、そらね。あ、やらかした。見た、笑う、聞いた、ヘリ君、この二人の笑い話。そうね、ね、これ、寝たかな。ね、本当に、まあ、でもね、動きは強いボールですね、これね。ね、もう早く投げた私も。いや17か18くらいだったかな、平均ね。18かな。パーフェクトゲートですかな。そうですね。はい。パーフェクトゲート好きですね。よく投げるけど。あとは別に、監督で早く投げたいやつ。あ、人の選手だ、人の選手。笹田のサミーの選手だ、これ。あんだけ慕ってくれてる子の。まあ、笹田シャミーもね、敵シャミーも絶賛発売中ですから、ね、皆さんが買うならどちらを買うかということですね。いやー、ねー、すごいあ、今ちょっとリリースやる気なくしちゃった。ほら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 、もう今、もう負けた思ってさ、もうペーンってなりまほら、この快適カメラ、これ。最後まで諦めない気持ちが大事なのに、何でこんなにプロとしては。最後までしっかり投げてほしいね。まあ、まさかテイキングスはないと思うけどね。ね、もう、テキ君もやってるし、僕もやってるし、ね、トミちゃんもやってるし、はい、返品動画っていうのをね、皆さんぜひ見ていただきたい。はい、ぜひ、トミちゃんっていうのを、はい、じゃあ間違えてしまいました。トミワードですか、あなたは。トミチャンネル。トミチャンネル、ちょっと違う方の、今日見た言葉があるから、ね、トミチャンネルがあるからね、ぜひ、岩沢さんごめんなさい。はい。はい、まあ最後ね、まあでも、うん、言うても一流プロ最後はすごく嬉しいと思うので、はい、思います。はい、しっかり投げてもらいましょう、最後ぐらいね、ぐらいでね。まあ、しっかり投げた、これはいいんじゃない。もう、まあ、素晴らしい、あとそこ、はい、はい、ということでね、素晴らしい。1位は笹田プロでしたけど、あ、やっぱり悔しがったのね。そうですね。何やかんやったらやっぱりね、負けん気だけは人一枚強いからね。もうあの名前出していいのかわからないけど、はい、サワートウェイ、ヤマモト、ヒッということで、はい、結果発表246点。すごいからね。まあ今名前漏れないと思うんですけど、まあね、僕はね、ソリッド素材よりもパール素材の使い手ですから、ね、次回ご期待ください、はい、それでは今日は終わりたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。水谷さん、面白く解説してよ。またね。
はい、ヘギ君のね、ヘギの、あ、ヘギの246第2、残念でした、はい、ということでね、それは終わってしまったんですけど、僕たち2人でエンディングを締めたいと思いますけども、はい、まあ、男 YouTuber 対決ね、うん、今回は笹田プロが第1位でした。279分、おめでとうございます。笹田バーン、はい、笹田バーン、笹田バーン、あの T シャツを進出してきてですね、私の T シャツを犯そうとしてる。脅かされてきた。脅かされてきました。いや、その火をつけたのは君やから。ああ、T シャツにね、はい、火をつけた、はい。僕もその時作ろうかな、T シャツ。はい。僕はじゃあ、あえてタンクトップでも作ってみようかな。着る人いますかね、着る人。僕ね、あだ名昔山下清志やったんでね。おにぎり好きなんで。あ、おにぎり好きなあのいちゃんか。そう、ラッパグタン、怒られる怒られる。はい。男性版おにぎり好きということで。はい、でタンクトップ作りましょう、タンクトップ。はいはい、で、ヘキ君が第2位でした、246、ヘキが第2位になりました。あ、またもうごめんなさい、ヘキが第2位で、第3位が加藤君です。216くらいやったかな。はい、はい、あ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、ね、本当に真面目な話をさせてもらうと、うん、この僕が今満足に投げれないということで、水谷さん YouTube 配信できないでしょっていうことでね、彼たちが皆さん一個ずつ提供してくれたわけですよ。いや、優しいですね、皆さん、はい、本当にね、もうでも面白くしなさいという指令をついてたんで一生懸命喋りましたけども、まあこうやってね、私のチャンネルの、3本も用意をしてくださいまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、安藤プロもその解説に付き合いをいただきまして、はい、もう私なんかいつも気を使って話してるんですけれども、ね、いやいやいや、今日はすっきりしましたはい、ということでね、はい、いろいろと皆さん喋っていただきまして3人のご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回はね、まあこれとまた違いますけど、ボーリーグがあったり、うんうんうん、ね、安藤プロと僕の直接対決も先ほど撮りましたので、はい、そちらを見ていただいたりしてね、はい、はい、面白い企画をどんどんやっていきたいと思います。思います。これからもどうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、ミズピーのボーリングの部屋とひとみーワールド、はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もちろんヘキチャンネル、カトピーワールド、ボーリング、笹田チャンネル、うん、全部見てください。よろしくお願いします、はい、私たち噛んじゃったプロボーラー盛り上げていきますから頑張ります。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。ありがとうございました。バイバーイ。